次いきます、うん、ゼノスが以前に週末のアーモロートの夢を見ていたのはなぜでしょうか、うんうん、また彼が 6.0 までの間にリーパーになりアバターを刺激できるようになっていた経緯も知りたいです。なるほど。まずちょっと思い出していただきたいんですけど、ゼノスの父親はバリスでしょ、うん、でバリスの祖父にあたるのはソル帝ですね、ソルですね、うん、でソルはまあそもそもエメトセルクなので、ゼノスはエメトセルクの血縁者、まあひ孫にあたるのかな。でこういうなんて言うんだろう、 DNA の特殊性って、まあ、必ずまっすぐ受け継がれるわけじゃなくて、こう突然こうなんだろう、思い出したかのように発言したりすると思うので、まあその辺をイメージするとちょっとなんとなく見えてくるんじゃないかなとは思います。でまあ漆黒秘話の中にも、うん、あのサイド、本当サイドオブサイドのストーリーですけど、まあヒントがあるのでちょっとクリアした今ね、改めて漆黒秘話とかを見直してみるのもいいかもしれないですね。でリーパーになってアバターっていうのはね、まさかこの質問が来るとは思ってなかった。とても良い質問なんですけど、なんか話せないです。考えてなかったわけじゃないですけど、あの話せないです。話せないものは話せない。